1966年から1984年までフジテレビ系列で放送された人気時代劇銭形平次。常に 20% を超える視聴率を誇り、最高視聴率は 35.5% を記録しました。野村鼓動の小説銭形平次捕物控えを映像化した作品が多数ある中、大川橋蔵版銭形平次はテレビドラマ史上最長の全888話が制作されました。単独主演した大川橋蔵さんの出演回数はギネス記録にも記載されています。2丁10手と投げ銭が花のお江戸の悪を断ち、かけてもつれた謎を解く、そんな大川橋蔵版銭形平次に出演した主な俳優の現在をご紹介します。銭形平次、大川橋蔵さん。銭形平次は奉行所から十手を預かり、同心に代わり江戸市中を操作する御用聞き、抜群の推理力と投げ銭で悪人と対峙しました。大川橋蔵さんは柳橋の芸妓の子として誕生、歌舞伎役者の養父市川滝之丞の下で舞踏や演技を学び、6歳で初舞台を踏んでいます。16歳で6代目尾上菊五郎の養子となり、2代目大川橋蔵を襲名しました。1955年26歳で歌舞伎界と別れて映像の世界に転身、映画やテレビに出演、時代劇スターとして人気を得ました。大川さんは37歳の時に祇園の芸妓沢村真理子さんと結婚、息子さんが2人誕生しており、次男の丹羽貞仁さんは俳優として活躍中です。1984年遺作となった町長さんと息子たちの撮影中に倒れ入院、がんのため55歳で永眠されました。おしず、初代八千草薫さん。おしずは平次の妻です。平次が出かけるときには火打ち牛を鳴らし無事を願いました。1話から157話まで出演しています。八千草薫さんは16歳で宝塚歌劇団に入団、在団中から映画にも出演していました。1957年に26歳で宝塚を退団、19歳年上の映画監督谷口千吉さんと結婚しました。お子さんはいらっしゃいませんが、2007年に谷口さんが逝去されるまで50年以上連れ添いました。八千草さんは映画宮本武蔵、テレビでは岸辺のアルバムなどで講演、映像史に残る名作に大きな貢献をされました。2019年体調不良のためドラマを降板、その年の10月膵臓がんのため88歳で永眠されました。おしず、2代目鈴木のり子さん。2代目おしずは158話から208話まで出演しています。鈴木のり子さんは1968年から2年連続してミス日本に選ばれました。1970年の大阪万博では政府からの親書を携えて世界中を回り、日本で行われた最初の万国博覧会に貢献されました。その後の鈴木のり子さんは芸能活動期間が短く、銭形平次に出演しましたが、女優として数本のドラマに出演後芸能界を引退されました。おしず、3代目加山よし子さん。3代目おしず209話から最終話まで登場、14年にわたり出演しました。加山よし子さんは子役として芸能活動を開始、高校在学中に準ミスエールフランスに選ばれています。18歳で松竹に入社、日本パラダイスで初主演を務めました。1975年29歳で鶴岡正義と東京ロマンチカのボーカルを務めていた三条正人さんと結婚、息子さんが一人誕生しています。2016年頃から体調を崩した三条さんの看病のため芸能活動を休業、三条さんが2017年に急逝した後もしばらく芸能活動は控えていました。近年は映画やテレビにも出演、77歳の現在はマイペースで活動しています。八五郎、初代笹十郎さん。八五郎は平次の子分、いつも大慌てで事件の知らせを持ってきます。
1話から52話までの出演でした。笹十郎さんは浅草に生まれ、高校卒業後には浅草や新宿の劇場で喜劇役者の修行を始めました。東宝と契約し、テレビや舞台で活躍。大村崑さん、芦屋小雁さんとともに花と小箱さん作品に多数出演されました。テレビでは銭形平次に出演し人気を得ましたが、1970年に宝塚歌劇団出身の女優川村麻紀さんと睡眠薬を多量に服用する事件を起こし、その後は多くの出演機会を失いました。1986年55歳で永眠されています。八五郎二代目林家陳平さん。二代目八五郎、53話から最終話まで出演、平次に次ぐ出演回数となっています。林家陳平さんは高校中退し、初代林家三平に入門。銭形平次には三平さんの一番弟子として出演を始めましたが、後に落語家を廃業し俳優に転向しました。しかし映画やテレビに出演する機会は多くありませんでした。90年代に制作された北王子欣也さんの主演の銭形平次にも出演しています。2000年に心筋梗塞のため60歳で永眠されました。美濃輪の万七、初代藤尾淳さん。美濃輪の万七は平次と同じ江戸の御用聞き、1話から52話に出演しています。藤尾淳さんは戦前より浅草や新宿の劇場で喜劇役者として活躍されました。映画では喜劇だけでなく時代劇にも多数出演しています。女優の南部幸恵さんと結婚、長女の中原さなえさんも役者の道へ進み、後に深作欣二監督と結婚されています。藤尾淳さんは70年代以降はテレビと舞台を中心に活躍。晩年まで東京に奥様と娘を残し、京都で別の女性と暮らしていたそうです。1987年に75歳で永眠。深作監督が葬儀委員長を務めています。美濃輪の万七、二代目遠藤達夫さん。二代目美濃輪の万七、二代目は53話から最終話まで出演、平次以外では八五郎と並ぶ出演回数となりました。遠藤達夫さんは幼い頃から映画や演劇に魅了され、役者への道を志しました。1955年27歳で新東宝に入社。テレビや映画に悪役として多数出演されています。プライベートについて多くは公表されていませんが、2人のお子さんとお孫さんもいるそうです。遠藤さんは藤田誠さんとテレビや舞台での共演が多く、友人としても長いお付き合いをされていました。その藤田さんが亡くなってからは俳優活動から引退されています。2012年84歳で心筋梗塞により永眠されました。おしな、初代宮園純子さん。おしなは御用聞きだった石原の利助の娘で、父の後を継ぎ御用聞きを務めました。1話から52話まで出演しています。宮園純子さんは1960年に東映に入社。17歳の逆襲、俺は昨日の俺じゃないで映画デビューしました。その後は妖艶毒婦伝シリーズで主役を務め、任侠映画や時代劇にも多数出演しています。プライベートについて多くは公表されていませんが、俳優の梶健二さんと結婚されています。宮園さんが出演した水戸黄門では霞のお神役を30年にわたり演じ、テレビでの代表作となりました。78歳を超えた現在もご健在ですが、次回作品への出演は未定です。おしな二代目城野由紀さん。二代目おしな、53話以降出演は少なくなりましたが、銭形平次人気の登場人物です。城野由紀さんは町でスカウトされ東映に入社。1965年20歳で映画デビューしました。翌年には地獄の野良犬で梅宮達夫さんの相手役に抜擢されています。テレビでは特撮ドラマキャプテンウルトラにレギュラー出演しました。城野由紀さんご本人は清純派女優を目指していましたが、起用されるのはアクション映画や喜劇ばかり。
あまり良い役には恵まれず、出演作も減ってしまい、1970年代に引退されています。多吉、川波幸次郎さん。多吉は、お品の子分を務めています。1話から52話に登場。川波幸次郎さんは、1935年に大阪で生まれました。父親の川波良太郎さんは俳優として、松竹映画に出演。溝口健二監督の元禄忠臣蔵などに出演しています。川波幸次郎さんは1966年からシリーズ化された日本侠客伝で映画デビュー。その後も東映の実録映画時代劇に出演。マムシの兄弟シリーズや極道の女たちシリーズで助演されました。1993年の映画新極道の女たちを最後に芸能活動から離れています。新吉、渋谷哲平さん。新吉は平次の二人目となる子分。868話から最終話まで務めました。渋谷哲平さんは日本テレビのスター誕生で合格。17歳で歌手デビューしました。3枚目のシングル、ディープの人気は現在でも高く、オリコンチャートで最高52位でしたが、1978年の様々な新人賞を受賞し、人気アイドルとなりました。渋谷さんは結婚していますが、プライベートについては公表しておらず、2015年には週刊誌で女性関係の噂が流れましたが、真実はわかりません。現在はビスポークジャム事務所に移籍し、多方面で活躍。YouTube チャンネルは頻繁に更新されており、弾き語りの動画などをアップされています。笹野慎三郎、初代、神田隆さん。笹野慎三郎、奉行所、与力。初代は1話から52話まで出演しています。神田隆さんは1942年に東京帝国大学を卒業しますが、スカウトされて松竹映画に入社しています。1946年には映画、待ちぼうけの女でデビュー。堂々たる容姿で、その後は政治家、会社重役など、物語の黒幕役での出演が続きました。海外作品の日本語吹き替えも多く、ヘンリー・ホンダやウィリアム・ホールデンを担当されたこともありました。1985年に狭心症を患いながらも仕事を続けていましたが、翌年、京都駅のエスカレーターで発作が起きてしまい、転倒した際に頭蓋骨を骨折して救急搬送されましたが、68歳で永眠されました。笹野慎三郎、二代目、黒川弥太郎さん。二代目笹野慎三郎、53話から104話まで出演しました。黒川弥太郎さんは新国劇に入団し、舞台出演と並行して映画界に進出。日活東宝の時代劇スターとして多くの作品に主演しました。黒川さんは宝塚歌劇団の玉茂香里子さんと結婚。息子は洋画家の黒川明夫さんです。後年はテレビへの出演が多くなり、鬼平犯科帳、大江戸捜査網などで活躍されました。1984年、舞台稽古中に倒れて緊急搬送されましたが、脳内出血により73歳で永眠されました。樋口一平、永田光雄さん。樋口一平、奉行所、同心。131話から787話まで最終話にも登場しています。永田光雄さんは1914年に生まれ、1934年20歳の時に東宝劇団の設立と同時に参加しました。東宝劇団は後に人間国宝となった8代目坂東光五郎さんや17代目中村勘三郎さんを中心に設立されて、歌舞伎界から現代劇まで幅広い演目で人気となりました。永田さんはその後松竹に移籍し、テレビや映画の時代劇に出演。悪人から奉行まで様々な作品で助演しました。生涯時代劇俳優として活躍し、その後永眠されています。榊平助、下塚誠さん。榊平助、奉行所、同心。625話から665話まで登場。下塚誠さんは神戸から大学受験のために上京。
偶然知り合った演劇関係者の勧めもあり、俳優の道へ進みました。1977年スーパーロボットマッハバロンの主役オーディションに合格、子供たちの人気を得ました。26歳で結婚、後に離婚しましたが、2人のお子さんを授かっています。長男の下塚恭平さんは俳優として舞台中心に活動しています。後年の下塚誠さんは時代劇から現代劇まで幅広く演じられました。2015年にがんが見つかり治療を続けましたが、2018年64歳で永眠されました。青柳慎之助、森田健作さん。青柳慎之助、奉行所、同心。666話から登場、787話で殉職しています。森田健作さんは20歳で映画「夕月」に出演、芸能界デビューしました。主演した「俺は男だ」は最高視聴率が 21% を超える大ヒットドラマとなり、青春スターとしての人気を得ました。1986年には37歳で佳子さんと結婚、息子さんが一人いらっしゃいます。1992年以降は政治活動を始め、参議院、衆議院で国会議員を約9年、千葉県知事を3期、約12年間務め、2020年には公職から離れる決断をしました。72歳となった青春の巨匠ですが、これからはタレント業に復帰する予定です。矢吹圭一郎、森次浩二さん。矢吹圭一郎、奉行所、同心。788話から867話まで最終話にも登場しています。森次浩二さんは高校卒業後北海道から上京、アルバイト先で出会った演劇関係者の影響もあり俳優を志しました。1965年のドラマ青春をぶっつけろでテレビデビュー、ウルトラセブンの諸星団役で子供たちの人気を得ました。1966年23歳でシャンソン歌手の金子恵美さんと結婚、3人の娘さんがいらっしゃいます。近年森次さんの出演作は少なくなっていますが、 YouTube チャンネルの開設、そして1987年にオーナーとして開店したカフェレストランジョリーシャボーではファンミーティングやライブを行うなどの活動が続いています。自ら料理を作ることもあるそうで、78歳を過ぎた現在も活躍中です。森川さない、滝田雄介さん。森川さない、奉行所、同心。868話から最終話まで登場しています。滝田雄介さんは早稲田大学の演劇科を中退して劇団俳優座で演技を学びました。1958年 NHK で放送された事件記者にレギュラー出演、最高視聴率が 47% を記録した大人気ドラマでした。その後の滝田さんは多くの映画やテレビドラマで助演されていますが、海外ドラマや映画の吹き替えでは主役を演じることも多く、ベン・ケーシーのヴィンセント・エドワーズ、ジョーズではロイ・シャイダーを担当しました。2014年がんのため84歳で永眠されました。翌年に第10回声優アワードで特別功労賞を受賞しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。